皆様、こんにちは、テクの、アイです。前回の番組で、自作 3DCG キャラクターを作成しましたので、今回は、その自作キャラを喋らせたいと思います。さらに a i チャットと連動し、デジタルヒューマンのユーザーインターフェースを実現します。とっても簡単にできますので、ぜひ最後までご視聴願います。自作キャラを喋らせるためには、 ビップシンクというプラグインが必要になります。バムハブから無料でダウンロードできますので、はじめにバムハブのウェブサイトにアクセスします。バムハブの URL は動画の概要欄に記載しておきます。なお、バムハブには一部に成人向けのコンテンツを含みますので、未成年者は成人になってから使用しましょう。リンク先に飛ぶと、 リアルタイムリップシンクのプラグインのページがあります。リアルタイムリップシンクのプラグインは無料で使用できます。ページ右側のダウンロードをクリックしてプラグインをダウンロードします。アダムアントファイグ、リアルタイム、i ッ s シンクというファイルがダウンロードされます。ダウンロードしたアダムアントファイグ、リアルタイム、i ッ s シンクというファイルを バムアップディターの直下にあるアドオンパッケージ図のフォルダに保存します。これでプラグインを使用する準備は終了です。なお、VAR という拡張子がついたファイルはすべてアドオンパッケージ図のフォルダに保存します。さて、いかがだったでしょうか。プラグインの準備はファイルをダウンロードして所定のフォルダに保存するだけなのでとっても簡単だったと思います。これから、 バムを起動して、VIP シンクのプラグインの使い方についてご説明します。VIP シンクは、マイクとシンクして口パクさせる方法と、パソコンのデスクトップ音声とシンクして口パクさせる方法があります。今回の番組では、AI チャットの回答とシンクさせるために、パソコンのデスクトップ音声とシンクさせます。パソコンのデスクトップ音声とシンクさせる部分については、バムではなく、 Windows の設定になります。なお、今回の番組では、Windows 11を使用してご説明します。BAM を起動します。すでに起動済みの場合は、新たに追加したプラグインを認識させるために再起動します。UI メニューが表示されていない場合は、キーボードの U キーを押して表示させます。エディットモードにチェックします。 キーボードの N キーを押して編集メニューを表示させます。編集メニューの左から2列目のプラグインズをクリックして選択します。アドプラグインボタンをクリックします。セレクトファイルをクリックします。カレントディレクトリーのバムアップデータをクリックします。アドオンパッケージズをクリックします。右上のサーチに LIP と入れます。 アダムアントファイ r r アルタイム、ビップシンクをクリックします。カスタムをクリックします。スクリプツをクリックします。RT, ビップシンクをクリックします。プラグインを初めて登録するときは、確認のダイアログが出ます。一回だけ使用する場合は、アラウディスタイムを継続して使用する場合は、アウオ a l w a y をクリックします。 これでリップシンクのプラグインを登録できました。さて、いかがだったでしょうか。プラグインの登録はバボタンをクリックしてファイルを選択するだけなので、とっても簡単だったと思います。これから、パソコンのデスクトップ音声をバムに取り込む設定を行います。これができると、他のアプリの音声で、バムのキャラクターをリップシンクさせることができるので、 とても便利です。例えば、ボイスボックスなどの音声合成アプリの音声で、自作キャラを口角させることができますので、VTuber に活用できます。それでは、やってみましょう。VAM の編集メニューの左から2列目のヘッドオーディオを選択します。スタートマイクロフォンインプットをクリックします。使用しているマイクロフォンが表示されます。マイクロフォンがマイクになっていた場合、 マイクを使用しています。マイクに向かって話しかけてみてください。口の動きが小さかったり、大きい場合、上部のボリュームを調整します。それでも、修正できない場合は、プラグインズをクリックします。RT、VIP シンクのオープンカスタム UI ボタンをクリックします。一番下のボリュームノーマリゼーションを調整します。それでも修正できない場合は、 上にあるリップムーブメントアマウントと上ムーブメントアマウントで口と顎の動かす量を調整しますそれでも口角しない場合はマイクが動作していないか話しかける声が小さすぎるのかもしれませんここからは Windows のサウンド設定の説明になります Windows11 を使用してご説明します設定画面からシステムサウンドを選択します 一番下のサウンドの詳細設定をクリックします。ポップアップしたサウンド詳細画面の録音タブをクリックします。ステレオミキサーが有効になっていない場合は、右クリックして有効にします。サウンドの詳細設定を閉じて、音量ミキサーをクリックします。アプリの中にバムがない場合は、バムを起動します。バムの右にあるマークをクリックします。 入力デバイスの右にあるマックをクリックしますステレオミキサーを選択します以上の操作でバ a m がパソコンのデスクトップ音声を使用するようになりましたなおこの設定は一度行えばバ a m を閉じても維持しますそれではバ a m に戻って確認しますバ a m のヘッドオーディオを選択します スタートマイクロフォンインプットをクリックします。マイクロフォンがステレオミキサーになっていることを確認します。マイクに向かって話しかけても反応しないことを確認します。それでは、ブラウザを使って動作を確認します。F1 キーを押してメニューを非表示にします。D キーを押してキャラを左に動かします。ブラウザを表示させます。 今回の番組ではコパイロットを使用してテストします。コパイロットに今日の東京の天気はと話しかけます。コパイロットの回答に合わせて口パクすれば成功です。今日の東京の天気は概ね晴れています。 最高気温は27度前後で湿度が高くムシムシします。夜は山沿いを中心ににわか雨がありそうです。お帰りが遅い方は折りたたみ傘があると安心です。明日は大気の状態が不安定で雨や雷雨となるでしょう。詳細はこちらで確認できます。いかがだったでしょうか。デスクトップ音声を使ってリップシンクできるようになりました。これによって、 マイクで AI チャットに話しかけ、回答を自作キャラでパクできるようになり、AI チャットにデジタルヒューマンの UI を実装できました。今回の番組では、コパイロットを使用しましたが、もちろん別の AI チャットも使用可能です。一方で残念なのは、現時点では、コパイロットの回答の音声を変更することはできません。バードは、男性の声で、チャット GPT は、 直接回答音声で読み上げる機能はありません。今後、AI チャットのバージョンアップで、声優の変更や音声のカスタマイズができるようになることを期待しています。次回以降、バムのキャラクターにアニメーションをつける方法や、人工音声を作成する方法、動画からモーションをキャプチャする方法など、無料で超簡単に実現できる方法について、 ご紹介する番組を作成する予定ですので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後に、AI チャットと会話しているシーンをご確認ください。それでは、皆様、ごきげんよう。 おはようございます。何かを手伝いできることがありますか今日の東京の天気は晴れで、現在の気温は24度です。最高気温は27度、最低気温は19度と予想されています。 また、日の出は4時25分、日の入りは6時54分です。降水確率は1%と非常に低いです。外出の際は、日差しを避けるために帽子を着用することをお勧めします。おクリックすると、詳細な天気情報をご覧いただけます。どうぞ良い一日をお過ごしください。 東京には多くの素晴らしい観光スポットがあります。以下にいくつかのおすすめスポットをご紹介します。皇居、千代田区に位置する皇居は、日本の皇室が居住する場所で、その美しい庭園と建築物は見逃せません。戦争時、東京の最も古い仏教寺院で、観光客に人気のスポットです。雷門や五重の塔、そして中見世通りなど見どころがたくさんあります。 東京スカイツリー、東京の新しいランドマークで、展望台からは東京の壮大な景色を一望できます。上野動物園、日本最初の動物園で、パンダや虎など、様々な動物を見ることができます。お台場、東京湾に浮かぶ人工島で、ショッピングモールやアミューズメント施設などが集まっています。 アメ横、上野駅から御地町駅までの約 500M の距離に、約400もの店舗が軒を連ねる商店街です。これらはほんの一部で、東京にはさらに多くの観光スポットがあります。どのスポットもそれぞれにユニークな魅力を持っていますので、ぜひ訪れてみてください。 お疲れ様です。何か他にお手伝いできることがありますか